はい、どうもこんにちは。ホッセルと申します。プレイステーション4で、デイズ5。本編の初見プレイを最高難易度のサバイバルでプレイしております。本日もよろしくお願いしますね。では、アイアンビュートランチ、こちらへ向かっていかないといけないので、向かいましょう。間に検問所あるな。ここ通っていけばいいのかな。検問所あと2つ、制圧していないところがあるんだよね。では、向かっていきましょう。道はこっちでいいのか。ロストレイクに来るの久しぶりだからね。ただね、ロストレイクのキャンプの人たちと南にいる民兵の人たちの全面戦争みたいな、そういう流れになっちゃって、これなんてホラーゲームみたいな展開なんだけど、これも実質ホラーじゃないよね。ゾンビみたいな敵とかがすごいたくさん出てくるけど、本質的には TPS だわ。っていうような感じかな。まあただストーリーのボリュームも大きいし、これは本当に買う価値ありの一本だと思うわ。長く楽しめるからね。アイアンビュートランチに行けば、医療が見つかるんじゃないかと思ってる。アイアンビュートだと？ああ、あそこにはもう、ジェシーやリッパードンはいねえし、昔はゴルフ場だったんだけど。ならいろいろあるだろう。芝刈り機とか、それに。肥料。確かにな。俺は先に行って場所を確認してくる。終わったら連絡するから、トラックで来てくれ。よし、わかった。それじゃあな。大群がどっかにいるな。どこにいるんだ。まあ、大群スレイヤーは今までやらないわ。本編終了したらじっくりとね、やっていこうか。わ、ここで銃ぶっ放したら大群来そうだな。滞りなく頭ぶち抜いていってやろう。で、人質は？リコンいる？いるけど、いたいた。どうしたリッキー？ありがとう。俺が何とかする。ここで死ぬ気か？聞け、キャンプがあるんだ。二重に喋ってんなこいつ。リッキーの話が来たけど、まだ信頼度マックスじゃないキャンプってどこかあるかな。コープランドのキャンプとかまだマックスになってないような気がする。コープランドってやつが仕切ってる。ありがとう。もう死ぬかと思った。ディーコンセントジョンに会ったって言えばわかる。よかったね。道路は避けて立ち止まるな。大群に見つからないように。あ、ただ普通の狼だ。ランナーがまた逃げきれないんだよね。いくら速いバイク乗ってても。ああ、どうしたら。再びリッキーから。ありがとう、私たちのために戻ってきてくれて。いや、戻るのが遅すぎた。そんなことない。まだスキッツを止められるでしょ。ああ、必ず止める。あの、残念だったね。サラのこと、大事な人を迎えを失うなんて本当に辛いと。まだ失っちゃいない。助けるために爆弾作ってんだ。まあ、とにかくロストレイクはあんなに感謝してる。なあリッキー、ああ分かってると思うが、こうなったのはマイクのせいなんかじゃない。マイクは争い事を避けたかっただけだ。ああ、分かってる。野党どもが、なんだ、俺を捕まえてやろうってか。アイアンビュートに入った。はあ、迷いそう。リッパーじゃね、迷いし者とか言ってるけど。まずいのでは。機関銃持ってんな。引け、血を流させろ。導きを示し、やつに解放された。そしたらリッパーか。まだ残党がいたか。スナイパーいるよね。どこだ。いたた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 やべ、死ぬ死ぬ。早く索敵しないと。できたな。
おお、やっぱ一緒だ。つか。いいか。これを止めようとしたんだよ、ホントさ。信じてくれよ。俺だとマイクを殺してくれ。お前のことだぞ、都心よ。はい。アリサがすぐに来いと言ってます。分かった、すぐ行くと伝えろ。タイへ。タイ君、随分と順調な昇進だな。別に俺は階級なんてどうだろう。こっちを説得しようとしてんのかな。分じゃねえよ。分かった。とにかくお前を逃がした時、大佐がブチ切れた。あの女、ウィテカ少尉もグルだと思ったらしくて殺そうとした。おい。聞いてる。だが俺は言った。あの女がせっせと作ってる毒薬は、ウィカ以外にも使えるかもしれない。例えば敵のキャンプの水源に投げ込んでやるとかよ。そうすることでもっと手っ取り早く大罪を解決。その案を気に入って俺にアークを任せた。つまりあの女は何かになったんだ。わかるか。一体何が言いたい。スキッツォ。スキッツォか。敵多すぎるんだけどこれ。何が言いたい。スキッツォ。警告したかったけど止められて、大佐は全軍引き連れてお前らをぶっ潰しに行くつもりだ。はい、そうか。俺たちは逃げねえ。あいつが狂ってんなら迎え撃つだけだ。ディーコ、タイ、大佐が待ってます。すぐに行くって言ってんだろ。ディーコ、俺は行く。だが、ウィテカー少尉にはよろしく伝えといて。んじゃ、なんだ、いって、なんだこいつ。猿みたいなやつが来やがった。猿が。燃えろ燃えろ。わあ、来るんじゃない。バカ者。落ち着け落ち着け。落ち着けっつってんじゃん。リーチャーかこれ。スキッツの野郎。めっちゃ少し前に進むだけで体力使ってんだ。ディーコンセントジョン。ここじゃね？検問所あるところ。ディー君、おい聞こえてるか？役に立ちそうな道具をこしらえといたぜ。あ、ここ以前にガソリンタンクがなくて見当たらなくて諦めた ところじゃないかな。確かそうだわ。ここもいずれ取得しないといけないね。この家の中だよね。そうだったわ。うわ、物資かなり使っちゃったな。包帯しっかりクラフトしておいて、弾薬も使っちゃった。このパトカーの中にあるかな。ある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 。弾薬回収しておきます。屍の山になってるんだけど、アイアンビュートランチってどこだ。以前壊滅させたリッパーの本部のそばの方かな、これは。ん？野党か？ガソリン補給したいところなんだけど、銃声、どこだ？どこだろう？悠長にガソリンを給油してるときに来られるってもう厄介だから、けど姿が見えないね。ガソリン入れときたい。撃たないでくれ。俺は敵じゃない。もう一個向こうか。お腹いっぱいにしてやんぜ。ちょ、待てよし、タイム。
いってなんだ、やろうが俺のバイク。耐久力高いんだよね、リッパーとか。スナイパーいるわな。どこだろう。明らかにスナイパーに撃たれたような感じだったけど、残党結構いるな、クソどもの。あれおかしいな、ワイヤーかなんかに引っかかったか。エンジンが。これなら直せる。できた。これでいいわ。多分 100% までやるとスクラップ無駄遣いしてるような気がするんだよね。結構いるじゃねえか、カルロス倒したって言ってたのに。なんだ、どこにいる。アイアンビュート危険すぎるんだけど、これめっちゃ危険な土地じゃね。無法地帯なんだけど、北斗の剣も真っ青だわ。聖域バスだわこれ。鹿はいつものんきに道路を。え、何これ、大軍か。あ、大軍倒さないといけないの。ちょっと待って、ここ一掃しないといけないのかな。あ、みたいだね。わかった。じゃあ一回セーブしとくわ。お前がいるとセーブできねえ。というのも、大軍は残しておきたいからね。今後いろいろ遊ぶために、このノーマル難易度のデータ、やってないからもう消していいわ。ここに上書きしておいて、あれ、どうだった？あ、これか。これになったね。一番上になったみたいだ。で、先進めていこう。セーブデータ残しておいてね。これ倒さなくてもだけど取れんのかな。倒さなくても取れるようなら一番ありがたいんだけど、大軍もったいないからね。今後アップデートとかで大軍復活するようにしてくれれば面白いんだけど、大軍復活しないって聞いてるから。あー、くそ、ありゃフリーカーの大軍じゃねえか。リッキーが来る前になんとかしねえとえらいことになるぞ。ブーザー、リッキーに伝えてくれ。ちょっと時間がかかるかもしれないって。大軍どこ、大軍いなくね。餌場があるんだな。そうか、リッキーと助けに行ってもいいが、どうする。あ、いや、いや、俺一人で大丈夫だ、心配するな。俺は一人のファックユー。ちょっと待ってくれ、これリッキーから聞いたが、お前警備主任になったんだろ。キャンプの奴らに偉そうに命令したりして忙しいんじゃねえのか。軽口叩いてる場合じゃないと思うんだけど。俺も出世したもんだろう。ま、軽いジャブから入れていくか。鬼は外。あと少しだけ。やべ、トラックに。まずいぜ。体力は、あ、半分以下になってる。危ない、暗くとしかないよな。まさか大軍と戦うことになるなんて。爆発物有効活用しながら行こう。どうだ、痛えか。この穴に落ちるとまずいだろ。あんまり巻き込めなかったな。
うわ、回り込んでくる。なかなか頭いいね、こいつら。おっと、下にも。ここは狭くなってんな。巻き込めそう、たくさん。一色止まれ。ついでに火炎瓶食らっとくか。次ここ行こう。よっ、よっしゃー、回り込んできやがる。地形を巧みに活用しよう。どうですか。おっと、ドラム缶発見。あれー、フォーカスがもうない。まずいかも。フォーカスカクテルっていうのを使ってみるか。決めとこ。爆発物どっかいないかな。スタミナ今度ないな。スタミナカクテルも同時に決めるか。頭決まりっぱなしになりそうだね。回り込んで、あ、弾薬取れない。くっそ、あそこにあるわドラム缶。あそこまで行こう。この紐で結んだのって使えるのかな。あー、これまずいだろ、巻き込まれるわ。まだ結構いるな。どうするどうする。向こうだな。あ、こっちから来るか。あんまり巻き込めないな。当たらない、残念。どうよ、ここ登れるかな。登れなかった。向こうにドラム缶あるな。あ、ここにもある。あと少し。痛い、掴みできない、まずい。ここは一旦距離取るか。あ、スタミナがないな、これまずい。あ、まずい。ナパーム全開で。あと少しだ。あとこれだけか。一気にいくぜ。あとお前かだ。よいしょ。よし、今ので最後だな。腐ったれ。本当に腐ったれなんだけど。いるか。あらかじめ物資はたくさん持っておくべきだな。レッキーにトラックを運ばせろ。分かった。おい、ディク、後で見せてえもんがある。何見せてくれんの、エロ本。それ楽しみにしてるぜ。じゃあな。耳欲しいな。監禁アイテムたくさんゲット。何体ぐらいいたんだろう。耳の数的に言って100体以上はいたな、今のは。ここの弾薬さっき取れなかったな。しっかりリロードしといて。で、何すればいいんだっけ。あ、肥料を取りに来たんだったな。こんなところまで行かないといけないの。まだ移動させる。あ、ここも使えるんだ。ここ隙間通ってきて、スウォーマーをこのコンテナの中に貯めてからナパーム火炎瓶使うっていう手もありだね。後の祭りだけど、大群出てくるところって結構いろいろあるよね。こういうギミックが。こういったものを有効活用しつつ、数を減らしていくっていうような立ち回りになってくるのか。あ、ここも通れるね。よく見たら通れるところがたくさんある。本来はスタミナを切れないようにしながら、こういうところを通って、
立ち回れっていうことね。まあ倒せたからよしとしよう。火力でゴリ押しした感が否めないけど。タンクローリーとかも銃撃して爆破することとかできんのかな。立ち回る際にいろいろ試してみたくなるよね、こういうのは。まあともあれ、道なりに目的地に向かおう。まだ大群いたりとかしねえよな。パトカーあさっときたいよね。今結構弾使っちゃったから。一応サドルバックにも弾丸はあるとはいえ、追いかけられている時にバイクにしっかりと逃げ切れるかどうかわかんないからね。その辺、この辺来たことないよね、この柵内で。俺来るの初めてだわ、少なくとも。こういう沼地みたいなものとかもあるんだ。あ、ここ以前来てるわ。リッパーの本拠地じゃねえか。こっち側の方には行ったことなかったね。ゴルフ場って言ってたけど、あ、ガソリンあるある。ガソリンじゃなかったわ。燃料タンクだったわ。ここに止めてこう。もしかしたらまた何かいるかもしれないからね、敵が。あれ？ここ来たことなかったっけ？おい、それなんだ。リッキーが作ったんだ。バイクは乗れねえが、これでトラックなら乗り回せる。いいな。じゃあ、あっちに止めてくれ。わかった。よし、あくそ、それで十分だろう。よし、次はなんだ。クレオソートだ。準備できたら連絡する。クレオソート400リットルなんてどこにあんだ。知らない方がいい。よし、クリアしたな。アイアンマイクのキャンプの信頼度はもう上げなくてもいいんだけどね。SMP9 手に入れたな。この銃も持ってるけど俺。リコ、話があるの。どうした、リッキー。民兵が。何？奇襲か。うん、でもまた仕掛けてくるかもしれないってブーザーが。民兵どもめ。分かった、俺に任せろ。はあ、本当助かるよ。ブーザーに伝えとく。またね。だけどこの感じの建物の配置を見る限り、ここにも大軍が出るのでは。ディゴン、コープランドだ。うまくやってるか。仕事がある。コープランドか。ああ、わかった。時間ができたらやる。じゃあな。ここでガソリン入れることできるかな。あ、できるできるできる。ここもスタンド扱いなんだ。さっき入れそびれたからね。よし、ガソリンだ。襲われそうになって。ここ平和だわ。まあ、マップ的には全然平和じゃないんだけどね。絶対ここ大軍スレイヤーだろ。の割には大軍のマーク入ってないな。これはイベント台のイベントでの大軍ってここの左下の達成に入らないのかな。まあ、とりあえずコープランドの依頼は人助けだよね。サブイベント、ここは動画収録外でやるとして、次どこ行きゃいいんだろう。キャンプを見つける最悪の敵、地獄に送っているキャンプを見つける。で、これはサブイベントでしょ。うーん、なるほどな。次は民兵がまた襲ってくるところにヘルプしに行かないといけないってことか。わかった。じゃあそしたら今回はこの辺で終了にして、体力いつの間にか半分切ってるね。しっかりと回復しておく。
はい、ではご視聴ありがとうございます。次回それではこちらに向かっていきましょう。3つ制圧しないといけないみたいだね。はい、ではありがとうございました。